ッケーオッケーオッケー、暴れとるよ、釣り上げろ、頑張れ。皆さん1日目どうでしたか？楽しかった。じゃあこれから和歌山県2日目スタートです。ワンハブ家族くっちゃん受付あっちやって。マジで何を持ってかんでいいと思う。ただね、さばいてもらうのはそれぞれ市場に持ってったらさばいてもらえるって感じだった。さばいてみよう。お、ほんとや、しましまのお魚とかおるで。あ、これほら行くの。うわ、あそこの紐のとこめちゃくちゃいっぱいいるやん。おお、これからみんなで釣り堀します。釣り橋渡って。あれ、奥さんも大丈夫みたいな。どうなることやら。もういつも川だからね、うちらは。あ、そうそうなんです。これ大丈夫、これ大丈夫、 OK、 覚えても浮く。お、餌。お魚取れましたら、こちらの発泡酒の中に入れてください。氷締めとなります。はい、わかりました。仕掛けがね、鉛と針のシンプルな仕掛けです。で、危険なお魚は本当に愛の6割やろ、魚取れることがありますので、ね、もし取れたら触らんと入れてくださいね。はい、ありがとうございます。あれ、つけとるやん。うん、だからあえてつけて奥の方の魚を狙わない感じで。でもあのおじさんのね、あのね、葉っぱシロの中ね、結構いろんな魚入ってたよ。早速やってみよう。うん。毒のあるやつ覚えとる？ゴンズイタイゴ。オッケー。とりあえずさ、どっちもやばいらしい。あ、でもこれでいい？結構やばい。あ、いいんじゃないですか？上手にできてる。適当に投げてみる。うん。くる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 。そう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 。ちょっと糸あっちの方がいいんじゃない？あそこの方に。ああ、なるほど。お魚の心理を。当たったらどうなるの？お魚の子だったら。カント、キペなんか感じる？全く。ね、見てほら、あのおじさんあんなにさ、竿突っ込んでる。うん。お、つたつたつたつ。あー、ああいう感じね。あのおじさんみたいに。あ、餌ないわ、キッペも。え、一回、今ね、ぐん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 なぞってる。マジで？頼もしいな。あ、針出ちゃうらダメやわ。ダメなんかな？ダメって言っとさ。だから出ててもいいんじゃない？この魚にしよう。てか、海釣り初めて。初めてではないけど。いや、はじ、あ、初めてじゃないね。キス釣りしたな、前にね。三重県で。いけ。椅子に座ってね。あのおじさんのさ、どうやってさ、入れるか観察しよう。あ、ありがとうございます。他にもね、釣れないこともあります。はい、釣れ方をね、場所移動してね、釣れる場所を探ってみてください。はい、まあ、あの、一番簡単なのはね、釣れてる人のお隣に行くことですね。あそこや。そうそうそう。なるほど。行こう。一番簡単でしょ。そうやね。OK。そうやって、あとちょっとやってもらえたら、もうあのおじさんとこ行こう。あまりなくなってるっていうこともあります。で、餌が、あの、その中で、あの、シダマに餌がなくなってるっていうこと、ちっちゃい餌がなかったみたいですね。うん、よし、行くよ、いっぺ。ほいちゃん、普通の仕方やったら、アミに引っかかるでしょ。やばい、大丈夫、あげて、あげて、よかったよかったよかった。はい、出して落とさないと。そうそうそう。ごめんなさい。やっぱりね。ごめんなさい。あ、おじさん終了かもしれん。うちらの場所に行かない感じだ。あっちに全部寄ってるね。ええ。寄ってます。あ、みんな。私調べましたね。あ、ありがとうございます。はい。場所変えて速攻キッペが釣りました。
毒じゃないよね。毒、これ毒じゃないよね。アジ？これ、これ心配で。何これ？食べました。でも簡単やってる。やっぱりここなんですね。お魚。あ、ごめん、アジやってそれ。ちょっとお魚いいですか？すごいいっぱい釣ってます。もう私たち旅行で来ただけで、おじさん、サイトの方が難しいんやけど、 ありがとうございます。もう十分ですので、ありがとうございます。ハリボンの方がめっちゃむずいんやけど、おじさんが貝を3匹もくれました。ここはおじさんが魚が溜まってるって言ってたんでね。おじさんよく来るで、お届けにはプロした人間とか。そうかもしれん。もう一個行きで、よいしょ、待つねえ。風景が綺麗だね。やっぱ岐阜県は海がないからね、海見るだけでテンション上がるね。風が気持ちいい。角度ともこう急にしないかないと。そう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 、かなり上手。ほんでそこでしゃがんでみ、座ってみ、座ったらいい。ね、すごいね、手のひらサイズで十分やね。来た。重い。しなってる、しなってる。頑張って。ただ立ってるんじゃん。うわあ。よかったよ。ありがとうございます。絵で描いたみたいに描いたよ。これ持って。はい、神田さん釣りました。ありがとうございます。よし。じゃあ、そうね。ここに入れてさ、食べる針。危ないかな。はい、みんなそうらしいですよ。はい、これってそれを取るための箸とかかな。うわあ。どうだった？ちょっと気分、かな、竿を下ろして。今やばかったよ。もうちょっと下にして。あれだ、これこうやってやって、緩ましといて。うん、お見事な。まだ、あとちょっと。釣れてるよ。カレーが釣れた。カレー。あ、じゃあキスや。キスじゃない、カワハギや。カワハギ釣れた。カワハギ釣りました。かわいい。かわいい。ツーンってなった。確か、使ってない。向こう行こう。どこ持ってる？持ってない。え、ちょっとか。じゃあ、ちょっと待って。エラの動き方がすごい。はい、気分ないか。確認しに、毒があるお魚かどうか確認しに行ったのね。おお。元気ですよ。あ、もうこっち掴んだ。5秒だ。OK。ワンハム家族。クラゲは全部毒持ってるやろ。毒持ってるからみんな刺すで。痛い。クラゲはみんな刺すと思ってるかい？思ってるよ。クラゲの中に縮小がないやつもいるか。あ、縮小がないやつもいるんだ。
っちゃタイ釣りました。嬉しそう。はい、人生初川魚ばっかり。やっぱね、下の方で優しくやって最後来た、頑張れ。引きが、あ、大きい、頑張れ、負けるな。おー、釣った。あ、だ、でかい。めちゃくちゃでかいんじゃん。はい、釣りました。あ、すごい。カンタとキッペイが釣ってるエリアが小魚エリアで、でも小魚エリアやけどさ、30センチぐらいあったよね。手のひらサイズのもいれば30センチのもいます。で、あっちのにぎわっている方が大物サイズ。小物で30センチだから大物は一体何が釣れるのかわかんないんですけど、あっちで釣る場合は事前予約が必要なので、大物を狙いたい人は事前予約をしてください。私たちは何回も言いますけど、ノープランでいつも来るので、予約なしでできることで目いっぱい楽しんでます。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。今何時？トレ、ね、風よ。ゆっくり上げてよ。え、釣れとる。釣れとる。キッペ頑張れ。オッケー。暴れとるよ。釣り上げろ。頑張れ。しゃー。あ、じゃあ写真の方優先しますね、今回は。ありがとうございます。はい、どうぞ。おじさんが3匹くれたけど、それでも何匹釣った？8匹。あ、持って帰れない場合は、あ、じゃあ食べるやつだけあれしようか。カワハギってさ、りゃカワハギ食べれます、刺身で。大きいた1匹とこのアジとカワハギ持って帰ろうか。アジじゃないんですよ。え、アジじゃないですか。カワハギっていう魚なんで。欲しいですか？まあ、欲しい1つですね。おしひとつ袋でいいです。カワハギってレアかな。カワハギはちなみに星1つやったら何、星何個で？星5ですよ。あ、カワハギ星5やと。めちゃめちゃ美味しいです。楽しかったです。あ、キッペこれ脱ごっか。お片付けもできたね。ありがとうございました。みんなお礼言わな。ありがとうございました。これ取る市場オッケー。え、リアド何やった？え、ゴッティ取ったよ。え、だからめっちゃリアやん。うん、めっちゃカワハギめっちゃ美味しいよ。ねえ、カワハギ釣ったのキッペだけや。てか、タイガイ釣ったのキッペだけや。俺が釣ったカワハギ、星がね、1から5やったら5だって言ってたから、リアドね。うん、嬉しいね。じゃあ、トレトレ市場行きますか。最後までご視聴ありがとうございました。次回のワンハム家族は和歌山県ボリューム3、那智の滝と熊野那智大社へ行ってきました。熊野の大自然をどうぞお楽しみにしていてください。このチャンネルでは見てくださる方がほっこり元気になるような我が家の日常をアップしています。もし動画を見てよかったと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また感想や質問などお気軽にコメントいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。